これか。前飛び出てましたよね。この辺使うと 焼きそばみたいになっちゃうんですよね。で、どうやって収めるんでしたっけ？こんなこうやって、入れて、こんにちは。レイト開発の K です。今回の動画はご質問にお答えするシリーズの動画となります。いただいていたご質問はですね、このラジコンの配線ですね、こういう配線のまとめ方のコツを教えてほしいですということでいただいておりましたので、今回はこの WPL の C14 を例に実際にやってみたいと思います。今回ちょうどですね、このいつもこの見た目のやつ、この人ですね、この C14 をヘッドライトまだつけてなかったので、つけたいなって前々から思っていて、ちょっとその作業のために、今回この辺をですね、ちょっとこの分岐線をここにかまそうと思っているので、まあそのついでにって言ったらあれなんですけど、せっかくご質問いただいてましたので、この配線のまとめ方についてですね、あくまで、まあ、参考までにっていう感じでやってみようかなと思います。で、まず大前提として、この配線のまとめ方っていうのは当然正解はないですよね。正解はなくて、まあこのマシンを作る人のこだわりがあったりなかったり、ちょっとそこはそもそものところなんですけど、で、そのこだわりがあったりなかったりっていうのと、で、こだわる人の中でもやっぱりそれぞれこだわる部分が違ったり、考え方ももちろん違うでしょうし、あとは目的によっても取り回しなんかが変わってくるっていうこともあると思いますし、というわけで、今回はですね、あくまでも一人の一個人のですね、やり方としてこんな感じでやってますというのをご紹介させていただきますので、あくまで参考にということで見ていただければと思います。ではその配線をまとめる時の注意点ですね、これももうもちろん個人的に気をつけていることっていう感じなんですけど、まず駆動部や地面ですね、地面などに触れないようにする、あとは無理な曲げ方や取り回しをしない、アンテナ線については特に気をつけて適切に処理をすると。あと走行による振動などへの耐性も考慮する。まあ、こんなようなところに気をつけていつもやってます。で、今回はちょっとたまたま C14 の作業があったんで、これを例にやってみるんですけど、一応その前に C34 とか C54 はどうなのっていうところがあるかもしれないので、やってる作業はほぼ一緒です。今からやる作業とほぼ一緒なんですけど、どんな感じだっけ？そんな見せるほど綺麗じゃなかったかも。こんな感じですね。これは ESC 乗せ替えてますので、ここですね、くり抜いて、ここに収めてるっていう感じで。で、受信機は、他の動画でもお伝えしたことが何度かあると思うんですけど、ここですね、ここにちょうど C34 の場合収まりますので、ここに収めてますという感じになってます。で、C54 ですね。C54 の場合は、こんな感じですね。これもやっぱりメカを乗せ替えてるとちょっとスペースが厳しいので、ここをくり抜いてますね。ここをくり抜いて受信機の形に沿ったような感じでくり抜いて、ここに収めつつ、で ESC はここに両面テープで貼ってありますね。こんな感じで、で走行用バッテリーはここに入れると、そんなような感じになってます。で、後で説明しますけど、このアンテナ線ですね、これあんまり実は良くないです。ただ WPL の場合、まあ、これも個人的な判断って感じなんですけど、後で詳しく説明しますが、本当は垂直に立てるべきなんですよ。特にこのシールドタイプっていう、このアンテナ線はこの、皮がない、この銀色になってるところ、ここだけはこう垂直に立てるのが、本当は好ましいです。だちょっとそこについての考え方も、後で、詳しく説明しますので、一旦、こんな感じですっていう、まあ、参考までにですね。ただこのアンテナ線は使うメカによってこれをやっていいか悪いかっていうのもあると思いますので、ちょっと何度も同じこと言ってあれなんですけど、後で詳しく説明します。はい。で、あとですね、今回この動画を撮るにあたって、ちょうどウッド社長と会う機会があったんで、その時にですね、抜き打ちでウッド社長ってどんな感じかなっていうのを見てきたんで、ちょっとその動画だけ挟ませてください。ちょっとなかなか本編に行かなくて申し訳ないんですけど、ウッド社長のこの配線がどんなだったかっていうのを、ちょっとまあこれも同じく参考までにですね、こういう人もいるんだなっていうので、ちょっと今から挟みますので、まあそれを見ていただいて、で、その後作業やっていきます。
はい、じゃあウッド社長、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと抜き打ちなんですけど、はい、このウッド社長マシンの具を見たいんですよ。はい、何の恥ずかしいこともない。大丈夫ですか？大丈夫です。本当に恥ずかしいこともない。本当に抜き打ちですけど。仕事終わりの、ちょっと YouTube の視聴者の方から、はい、ご質問いただいてまして、はい、なんか来てますか？配線あるじゃないですか。はいはいはい。もじゃもじゃ。ああ。もじゃもじゃですよね。もじゃもじゃのまとめ方のコツを知りたいと。はい、ああ、なるほど。で、これ多分その解説の動画の途中に今挟んでるんですけど、はい、ウッド社長の、まあこれ開けてみないといい例になるか、ああ、なるほど。悪い例になるか分かんないんですけど、でも参考にはならないんですか？いや、いろんな意味で多分参考になると思います。ちょっと抜き打ちで、あ、はい。このボンネット開けてもらっていいですか？あ、全然大丈夫。どっちから、どっちから行きますか？こっちから。はい。綺麗ですよ。ほら。これ、え？ちょっとこれ映ってないかな。こっち向きか？こっち向きですね。これ、バッテリーに印が入ってますけど。まず、今回の趣旨とそれちゃうんですけど、はい。走行しないときは、バッテリー外しといて、はい。良い子のみんなは。そうですね。良い子の皆さん真似しないでくださいなんで、ね、これ。これ一回外しますね。はい、あれ意外と綺麗ですね。意外と綺麗でしょ？でも、いつもこれ自由度が高いですよ、これ。こっち、ああ、なんかちょっと、期待外れでしたね。普通ですね。でもほら、こっちは、見てください。はい、綺麗にまとめてるでしょ。こっちの、じゃあ、今度。おぼっちゃまんくんがいる方は、こっちもちょっと見せていただいてもいいですか、はい、これ開けちゃっていいですか？あ、うん。おら？もうこっちもちょっと、え？まずバッテリー抜いといて。走行しないときは、うん、いやいや、これおかしいぞ。どうですか？様子がおかしいですね、これ。これ、もじゃもじゃしてます。ちょっとで引っ張っていいですか、これ。はい、これか。前飛び出てましたよね。なんかで。こんなやつ。これは、そうですね。なんかの表紙に、こうなっちゃうじゃないですか。はい、前なんか急いでこうやって、こうやって、はい、全部入れてこうやってなんかバーンってやってましたよね。でも、だって配線がこれ使うと多いから。ああ、確かに。確かに、電飾とか、あと分岐とか使うと、この分岐とかね、これ、この辺使うと、焼きそばみたいになっちゃうんですね。了解です、了解です。あ、でもこれ、努力は見てください。この努力。ほら。あ、ちょっとあれしてるんですか？あ、気持ちはやってます。マステじゃないですか。あれは使わないですね。タイラップ、結束バンド。その発想がなかった、ね。ああ、その発想がなかったと、はい。了解です。今ちょうど、今この抜き打ちで見せてもらいましたけど、はい、ちょうどこの動画ができると、はい、この動画がまさに、これをまとめるやり方の参考に、こんなやり方ありますよっていう。ああ、なるほど。そういう動画なんで、うん、こう動画ができたら、またその動画見てもらって、はいはい、あ、本当ですか。あ、ここの穴の開け方も教えてください、ね。あ、これまた別で。別で。そうですね、ここも。じゃあ僕開けすぎちゃった。ここぐらい開けちゃった。間違えて。で、この、まあいいか、これ話にまた逸れちゃうんですけど、ちょっと話逸れちゃいますけど、一応突っ込んでおきたいのが、うん、このライトの向きに、一貫性が全く感じられない。どういうことですか？これ、いや、これだって、一応この二人は、一応前向いてますけど、はい、これも、すごい、向きがすごい。あ、こっち向いてます。そうですね。あ、こうだと。あ、そうですね、そうですね。こうだと。そうですね。いや、これでも、見慣れてくるとこのまま走らせたくなってきます。え、これ綺麗になるんですか？なります、なります。これでも全然なりますよ。だってこれ、モジュールをつけたから、はい。ほら、もうこれ、ひどい話ですよ、これ。いっぱい作った。すごいですね。で、どうやって収めるんでしたっけ？そう、このままこうやって。入れて、いやーこれもあれバキって言ってましたね。これもちょっとあれですね。あ、出た。
これですね、この得意技。これで、こっちの方が分かるんですよ、電波がすごい受信する。これでより遠くまで、操縦が可能になると。これはまた、相変わらずこれなんですね。わかりました。これで、多分参考になったんすか、なると思うんで。あ、本当ですか。はい、こういう人もいるんだなっていう。僕 80% この人これだと思うんですけど。マジっすか。え、10人いたら8人ぐらいはもうこの状態だと、この状態で。マジっすか。こうしまって8と。そっか、これの常識が覆る動画になるってことですか。そうですね。まあ参考までにこういう方法もありますよっていう、そういう動画なんで、じゃあもう大丈夫です。不要です、これ。これは確実に悪い例ですね。あ、不要です。はい、わかりました。じゃあまた動画できたらそれ見てもらって、ちょっとビフォーアフターができるといいなと思うんで、そうですね、はい、次回の6回。じゃあこれちょっと一応ビフォーこれです。これサムネですね。はい、というわけで、もう本当にすみませんとしか言えないか言えない感じだったんですけど、ウッド社長は本当に正直相当悪い例ですね、あれは。で、ちょっとまあ気を取り直して実際にやっていこうと思います。今回ですね、この C14 を例にしますが、最初の方でもお伝えした通りですね、他のモデルでも基本的にはやり方は一緒なので、違うモデルの方もですね、ぜひ参考にしていただければと思います。じゃあとりあえず分解っていうか、この辺ですね、この辺を配線をこう出したいんで、これ外していきます。これ外して、で、中は実際今こんな感じになってます。で、ちなみにですね、この ESC はドラッグブレーキ付きの ESC なんですけど、ちょっとこれ試作段階のやつがそのまま今気づいたんですけど、ついてて、ちょっとシュリンク、カバーですね、透明なビニールのカバーみたいなのがついてないですけど、これはちょっとその試作段階のやつだっていうので、まあ基本的な仕様は一緒なんですけど、もしあれなんか違うって思った方は、一応そういうものなんで、あまり気にしないでくださいというところで、ちょっと進めていきますね。で、後で取り付けのところの説明で出てくるんですけど、この結束バンドですね、もう結束バンドを一度つけたやつを外すとき、今せっかくこれから外すんで、まあ、外すときなんですが、結構怖いですよね。このコードをニッパーかなんかで一緒にこうパツッといっちゃうと切れちゃうんで怖いと思うんですけど、一応そういうときにこうするとより安全ですよっていうやり方として、このジジジジってこう締めるところありますよね。この四角いところ。ここをですね、こう半分ぐらいのところでこうちょん切ってあげると、コードに全然触れずにこう切ることができるんで、これ参考までにこう安全な切り方です。これ外して、でこうするとさっきウッド社長みたいな感じでもじゃもじゃの状態になるんですけど、これをきれいにしていきたいと。で、今回ですね、これも最初の方でお伝えしたんですけど、この Y ハーネス、分岐コネクタですね、これをここにかましておきたいんですよ。で、ここから先は電飾パーツをですね、またつけるんですけど、それは今回の動画ではやりません。また別の動画でもしかしたら紹介させていただくかもしれないですっていう感じで、この先はですね、まあライトをつける前提なんですけど、今回やるのはこれをここに追加して、で、こうですね、こうやって追加して、で、またこれを束ね直すっていう、そういう作業になります。はい。で、今回ちょっとやってあることとして、ここですね、ここをこんな感じで穴を開けてあります。で、まあこれはパーツの加工になるので、今回は詳しくはやらないんですけど、まあ、何かしらの方法でこんな感じで穴を開けておくと配置がしやすいですね。特に C1424 系の場合はこの辺狭いので、メカを乗せ替えて、で、まあこういうもじゃもじゃっと配線があるような状況だと、特にこういう風に穴開け加工をしておくと取り回しがですね、非常にしやすいかなと思います。で、あとこの配線をまとめるときに、まあ基本的には必須って言っていいと思うんですけど、これですね、この結束バンド、もうこういう100均で今売ってるんで、これぐらいのサイズのやつ、もう一番ちっちゃいやつって感じだと思うんですけど、こういう結束バンドと、あとはこういう両面テープですね、厚手の
もうなんか一番強いやつみたいな、こういう厚手の両面テープ、まあ、この2つですね、結束バンドと両面テープ、まあ、これは必ず必要になるかなと思います。で今回はもう貼り付けちゃってあるんですけど、まず ESC ですね、 ESC を今回の場合はここに貼ってありますと。で受信機に関しては今回はここですね、この辺に貼り付けようと思ってます。はい、でここからですね、今回はちょっと ESC はここにもう取り付けちゃってあるのでこのままいっちゃおうと思うんですけど、 ESC も含めて本当はですね、こう受信機みたいに ESC もこうブラブラの状態、この状態でこのカバー、このカバーをこう取り付けつつ、どこに何を配置しようかなっていうのをまず考えますよね。でその時に注意したいのがやっぱりコードですよね。コード類、この配線類をこうどこに綺麗に収められるかなっていうのを考慮しながら、まあ考えるっていう感じなんですけど、一旦ですねここ全部外して考えるのが考えやすいと思うんですが、その時にちょっと頭に入れておきたいのがやっぱりこのコネクターですよね。コネクターがこう受信機の背の高さに対してかなり出ますので、まあ、それを加味してどこにつけるかっていうところになってきますので、じゃあちょっと一旦これをこれぐらい出ちゃうよねっていうのを頭に入れながらちょっと一旦抜いちゃいますね。で一旦こんな感じで受信機のみ、すっきり受信機のみという状態にしつつ、でそれぞれのこの線ですね、この線が今回の場合はこれをここにこんな感じで取り付けたいので、でここに来るっていう、こんな感じになるっていうのを考えながら、正直これ実際にですね初めて車体に取り付けるってなると、僕自身もそうなんですけど実際かなり時間かかりますね、これを考えるっていうこと自体が。もちろんこれもどこまでこだわるかみたいなところに関わってくるので人によって全然個人差あるんですけど、僕は多分かなり時間かけるタイプです。結構綺麗にやりたいタイプなんで、もちろん他の人が見た時にいやそんな大して綺麗じゃないよって思うかもしれないんですけど、自分的にはですねこうかなり自分なりに綺麗にしたいタイプなんで結構考えます。これあれもそうですね、デカール貼る時もそうなんですけど、これシールですね、これシールとかをどこに何を貼ろうとかって考える時もめちゃくちゃ考えるタイプなんですけど、この線の取り回しももちろん割り切って適当にやる時も多いんですけど、もうこれ本番みたいな、これ本気車両ですみたいな、そういう車両だとめちゃくちゃ時間かけてやります。なので皆さんもですね、これはもう本番マシンだぜっていうやつはぜひ結構時間をかけて綺麗にやっていただきたいなと思うんですけど、なので一旦こうどの線がどこから来るっていうのをちょっとゆっくりですねこう確認して、で、今回であればじゃあモーターからこれ来るなっていうところをつなげる、でこれはここからこう出したりする必要なさそうだなっていうので、この辺にですねもうまとめてこう隠しておけばいいんじゃないかっていうような考え方でいきたいと思います。でこの時にですねもうこれはこれ単体で一旦止めてしまえばいいと思いますので、こんな感じでこうここでいいかなっていうところでこれをですね一旦止めちゃいます。でこの時に一緒にまとめられそうなやつは一緒にまとめちゃった方がいいと思うんですけど、まあいいか、一旦これちょっと後で切る可能性あるんですけど一旦仮止めで、まあ正直これ100均で買ったらもうめちゃくちゃ入ってて100円なんで、こう仮止めの時も僕はですね使っちゃいます普通に。で後でやっぱりやり直そうと思ったら結構気兼ねなく切っちゃいます、またで締め直すと。で今これ止めていきますけど、この時に注意していただきたいのがこの締め付ける力加減ですね、もうかなり弱めでいいです。っていうのもやっぱり配線なんでこうギリギリギリみたいな思い切りギューとかってやっちゃうと中で断線しちゃったり、まあ通電が悪くなったりっていう可能性がありますので、基本的にはもう必要最小限、もう軽い力でギューじゃなくてキュッって感じで
全然十分かなと思います。でこれ止めたらまあこう切ると、で一旦この辺が若干さっきよりすっきりしましたよね。でかつこれをここにかぶせればほぼ見えなくなるような位置なので、これでいいかなっていうので、まあ仮ですけどね、後で変える可能性はあるんですけど、一旦これは仮でこの状態でいいかなと。でこの辺も上に出したりする必要はない部分なんで、まあこんな感じで隠しておけばいいかなという感じですよね。で今度はこの辺、この辺のコネクター類を受信機に挿したいっていう前提でこう出しておく。今回の場合はですね、この方が考えやすいかな、作業もしやすいかなと思いますので、こう出しておきます。でこの時点でさっき予定していた受信機ですね、この辺がいいかなと、こんな感じになるといいかなというので、ちょっとこう仮にですね置いてみたりしながら問題なさそうかなっていうのを確認しつつ、例えばこれがこうじゃなくてもしかしたらこうの方がいいかなとか、まあその辺もですね、いろいろこう検討しながらですね、こうやっていくと。あれ？これ？こっちの方が良かったかな？ここに隠した方が良さそうですね。今これここにやると邪魔だったんで、早速ちょっと違ったなっていうので、これ、そうですね、今回、ちょっとここに収めてみます。ここだったら結束バンドを使うっていうのもしなくていいぐらいのレベルな気もしますので、このまま行ってみますね。一旦これだったらこれかぶせた時にまあほぼ気にならない場所になってくるんで、これで行ってみます。で今回 ESC がここなんで、この辺にスペースがありますので、受信機はこの向きで行ってみましょうか。そうするとここにコネクタ類がいっぱい刺さるんで、まあ、この辺にちょっと余裕があるかなっていうので、ちょっとこの向きで行ってみます。じゃあ一旦ここにもうこれもですね、本止めか仮止めかわかんないんですけど、後で外すかもしれないんですけど、もう一旦仮止めで、で、うまくいったらそのままつけっぱなしっていう前提で貼り付けたいと思います。で、ここなんで、ちょっと上はみ出ますよね。なので、そこに両面テープはいらないなっていう感じで、ちょっとこっち側スペースを空けながら、まあこんな感じで。で、この両面テープを貼るボリュームなんですけど、WPL の場合は僕はもう1枚でやっちゃってます。まあ、これも人それぞれ考え方いろいろあると思うんで、判断はお任せするんですけど、結構セオリー通りっていう感じで、こう正しいやり方というか、真面目なやり方というか、ちょっと表現難しいんですけど、ちゃんとやる人はですね、特に競技車両、ツーリングとか、競技車両でオンロードでビュンビュン走ったり、オフロードでこうサーキットぐるぐる回って競争したりみたいな、かなりレースシーンみたいな、そういうイメージの 車両ですね。そういうやつの場合はこの辺ですね、二重三重にする人も結構います。クッション代わりみたいな、振動がかなり激しいので、その振動をですねこう吸収するっていう意味でこれを二重三重にする方もいるんで、丁寧にやられる場合はですね、そういう風にしてもいいかもしれないんですけど、僕はWPL の場合はそんなめちゃくちゃ高速走行するわけでもないですし、振動あるんですけど、競技車両がサーキットとかでビュンビュン走るのに比べたら、もう全然マイルドな、部類に入ると思いますので、WPL の場合は僕は全然、こう、1枚張りだけで全然やっちゃってます。で、この辺ですよね。こんな感じで貼り付けて、ここでいいかなと。ちょっと、これぐらいの方がいいかな。これぐらいでいきましょうか。これで、そうですね。これで大丈夫そうだなというので、で、ここでもう配線をですね、つなげていっていいかなと。1番サーボですね。1番サーボで、で、2番に ESC ですね。で、この時も、なるべくこう、これがめちゃくちゃねじれちゃったりしないように、ちょっと整えながら刺していくと。そういう感じにするのがいいんじゃないかなと思います。で、3番に、この車両の場合はですけどね、この車両の場合は、2スピードミッションがついてますので、3番にシフトチェンジのサーボですね。
で、今回本来つけたかったこれですね。この分岐コネクタ。これを4番。今回は4番空いてるんで、まあ、普通に4番を使おうかなという感じです。この辺はどういう構成かっていうところによりますので、それぞれですね、あると思いますが、まあ、今回はこんな感じと。で、ここからなんですけど、これですよね。まあ、一旦分かりやすいように、これ出しちゃいます。で、これは走行用バッテリーなんで、まあ、ここでいいですよね。で、これも後で外す、調整のために外す可能性は全然あるんですけど、一旦作業しやすいので、固定しちゃいます。固定しといた方がやりやすいので、こんな感じで、このカバーですね。これを元に戻して、でも、これで ESC の場所決まった、受信機の場所決まった、で、配線も刺さるべきところには刺さったの状態なんで、あとはここからまとめていくっていう作業ですよね。うわ、これ、ちょっと収まりすぎてあんまり参考にならないかもしれない。とりあえずやっちゃいますね。で、本当は紹介したかったけど、今回の作業で出てきませんでしたみたいな、ちょっと後で別でやります。これで、一旦整えつつ、ねじれとかもちょっと取りながら、場合によってはこれまた抜いて、ねじれを取って差し直すとかっていうのもしながら、今回の場合は、ここでですね、こう、線を折り曲げるんですけど、こう、他の線とこう、バランスを見ながら、ちょうど同じような場所で折り曲げてあると、より綺麗に見えますよね。こんな感じかな。これで、ここで結束バンドで止めちゃうっていうのが、今回の場合はいいんじゃないかなと思います。で、この時に、これですよね。より丁寧に取り扱いましょうとかって言ってた、受信機のアンテナ。これちょっと、いろいろ話が長くなっちゃうんで、一旦このまま置いときます。なんで、これだけちょっと気をつけながら、一旦置いときますと。もちろん、場合によっては一緒に束ねちゃうっていうケースもあるんですけど、どうしようかな。一旦今回、一旦すいません、ちょっといろいろ迷いがあるんですけど、今回一旦一緒にまとめちゃいます。で、ここう束ねたいんで、こんな感じですよね。こんな感じでこれを入れて、で、この先をこんな感じで。一旦こうします。これで、で、さっきも言ったように、ここですね。あまりにもきつく締めるのは良くないので、こんな感じで束ねておきます。これで、後々使うこの分岐コネクタですね。が、まあ、いい塩梅の場所にこうある。ここで、こうつなげられるようにする。で、これが後ろに行ってる。で、あとは、あんまり見えてると、もじゃもじゃしちゃってよくないな、みたいなのは、こう中に収まってるっていう状態にすることができましたと。で、ちょっとここで、忘れないうちにアンテナの説明をしておきたいんですけど、これですね、ちょっとこれだけでまた一つの動画作れるぐらい、若干いろいろ小難しい内容を含むんですが、今回、うちが取り扱いもしていて、よくおすすめしている、こうターボレーシングですね。ターボレーシングの受信機なんですけど、これの場合は、このシールドタイプって言って、なんか昔こんなのなかったんですけど、こうビニールみたいなやつで覆われてる普通のリード線みたいな、パッと見リード線みたいなやつなんですけど、ここがシールド部分なんですね。で、シールドタイプってこの先っぽがちょっとこう銀色のやつがむき出しになってるみたいな、まあ、こんなような風になってるのを、一般的に多分合ってますよね。シールドタイプって言うんですけど、ちょっと他に正式名称があったらすいません。多分これ一般的にシールドタイプって言うと思うんですけど、で、こういう風になってないやつは、ビニール線みたいな。ここがなんかよく黒い、こう本当に普通の線だけで、先っぽまで全部線みたいな。ちょっと今あんまり多分ないと思うんですけど、昔AM とか FM の、クリスタルっていうのを使うのが主流だった頃、多分知ってる人もあんまいないかもしれないですけど、そういう頃のやつだったり、あとは 2.4 ギガが出てからもしばらくあったと思うんですよね。この
こういう風になってなくて、こう全部黒いみたいな。あれとまた話がいろいろ変わってくるんで、ここも難しいですね。説明は難しいんですけど、ちょっとよくわかんないってとこあったら、個別でコメント欄でご質問いただければお返しします。ちょっとざっと説明しちゃいますね。まずこれが全部黒いやつ。これじゃないですよ。これはシールドタイプなんで、これじゃなくて普通のビニール線のやつは、基本的に、ピーンと全部立てなきゃダメです。垂直に。あれが全部受信するんで、もうあの線が長く立ってれば長く立ってるほどいいと。なんか昔のラジコンってそうじゃないです。ラジコンに普通にアンテナがビヨーンって生えてて、もうボディの外までアンテナがすごい長く立ってるっていう、あの頃のやつですね。あれはもうああいう風に立てないとダメなんですよ。で、ねじったりしてもダメなんですよ。で、折り曲げたりするのも基本 NG ですね。なるべくまっすぐ取り回しをして、まっすぐ立てると。で、最近のこういうシールドのやつは、大事なのはここだけです。この先っぽのむき出しになってるこの銀色の部分、ここで受信してるんで、ここがですね、一応好ましいのはここだけでもいいから垂直に立ってるっていう。だからちょっと今上から映してるんで分かりづらいかもしれないですけど、本来はこれがこうやって寝てちゃ良くないんですよ。寝ていたら良くなくて、この銀色の部分だけでいいから立てておきましょうって、垂直にですね、車のラジコンの場合、これが理想なんですけど、理想は垂直ですっていうのははっきりとお伝えしておきます。で、ここからはもう個人のご判断と、まあ、考え方、あとは、自己責任の範疇でお願いしますの部分になるんですけど、僕はですね、まあ、実はっていうほどのことでもないと思うんですけど、もう寝かせちゃってます、こんな感じで。で、これはWPL の場合はっていう限定。あとは、このターボレーシングは、これで今までの、いわゆるノーコンですね。操作が急にできなくなったり、時々操作が途切れたりっていうことが全くないので、WPL で遊んでいて、これをこんな感じで、車体の中で垂直じゃなくて、寝ている状態でも、ノーコンみたいなことが発生したことはないので、僕はこれでやってます。で、これを、競技ラジコン、もう時速何十キロみたいな、ビュンビュンスピードが出ます。で、10分の1とかで大きいラジコンです。で、サーキットとかで遊んでますの状態は、もう間違いなく立てた方がいいです。非常に広い場所でやりますし、他の車もビュンビュン走ってますし、まあその、ノーコンが発生する可能性っていうのが、いろいろ高いっていうのと、ノーコンが発生してしまった時に、めちゃくちゃスピードで出てるんで、一瞬のノーコンでも、まあ、事故っていうんですかね、ぶつけちゃうっていうことにもなりますし、言ったらちょっと危険じゃないですか。結構10分の1で大きいラジコンがものすごいスピードで走ってて、で一瞬でも、もう何かこの操作が効かなくなった時に慣性があってそのままどっかに飛んでっちゃうって可能性があるんで、ただ WPL はもうご存知の通り、もうそういうラジコンに比べたらもうクローラージャンルなんで、しかもこのちっちゃくて遅いじゃないですか。なのでこれがよちよち歩きみたいな感じで走ってて、で一瞬ノーコン発生したとしても止まるだけなんですよ。その場でピタって、もう感性も何もないんで、こんなちっちゃい事故に。なので僕の考え方としては、その万が一ノーコンが発生しても、まあ全然問題ない物体だなというのと、あと実際僕も最初はこれ寝かして操作してる時に気をつけながらやってましたけど、もちろん周りに人がいないとかそういう配慮しつつ、気をつけてやってましたけど、今までだいぶ走らせましたけど、この取り回しでノーコンが発生したことはないので、まあ僕は個人的にはこれでいいかなという判断で、こういう風に寝かしてやってます。めちゃめちゃ長くなりましたね。ちょっとどうしてもこの電波系は難しいですよね。なのでとにかく安全に配慮してご自身の責任の範疇でやっていただきたいんですけど、やっぱりスケール感を損ないたくないっていう思いもあるじゃないですか。やっぱりこういうスケール系のモデル、こういうラジコンってこの辺からアンテナがピッて出てたりしたら、っていうのがあるんで、まあなるべく出したくないなっていう。あとはそんな何十メートルも離れたとこまで行かないじゃないですか、これで遊んでて。ただちなみにこれどこら辺まで届いたっていうと、もう 目に見えなくなって、これ以上操作ができないよと、この状態でですね、この状態で走らせて、
何度か試したことあるんですけど、30メートル40メートルぐらい離れていくと、もうこれだけちっちゃいんで、もはや目が追いつかないですよね。遠すぎて車がどっち向いてるかも分かんないぐらい遠くに行っても、電波が届かなくなるってことはなかったので、まあまあ大丈夫だと思ってます。はい、というわけで、ここさらっと言っちゃうと、なんかどんなラジコンでもこんなやり方していいのかなってなっちゃうと、それは良くないなと思ったんで、ちょっと説明させていただきました。このシールドタイプはこのシルバーの部分ですね、これを垂直にしておくのが好ましいですと。まあ、もちろん高さも高い方がいいです。あの車の中で一番高い位置にピコッと立ててあるっていうのが一番理想ですね。ただ僕は、WPL に限ってはこんな感じの取り回しでやってます。長い、説明が長い、すいません。次行きます。はい、というわけで次行きますと言ったものの、もう終わってますねこれこんな感じです。これであとはですね、もう今回伝えたかったのは、もうこれを使いましょうと、これを使いましょうっていうのと、あとは、これで実践できなかったんですけど、どれかやってないかな、ちょっといくつか例、こんな例、やり方の例もありますよっていうのをお見せしておきたいなと思う。あ、これやってあります。あの2ミリとか 3ミリぐらいかな、2ミリ3ミリぐらいの穴を開けて、この結束バンドで止めちゃうっていう方法がありまして、これもやっぱり、これですね、さっきずっと長く話してたアンテナですけど、これはやっぱり他とあんまり束ねたくないなっていうので、他と分けて、で、ここにこう回してあるんですけど、で、この銀色の部分、ここに見えてますけど、これをですね、この雑多なところからちょっと離して、この辺にしたいっていうので、ここ、結束バンドでこう止めてあるんですよ。で、この止め方が、ここに穴を開けて、で、その穴を開けたところに結束バンドを通してぐるっと回したところにこれをこうつけてあるというか、束ねてあるというか、こう止めてあるという感じなんですね。これ結構僕多用します。特に WPL の場合は。こっちもそうですよね。これ緩すぎだな、これちょっと緩なんでこんな緩いんだろう。ちょっと今すごい緩かったんで締め直します。ここですね、ここがやっぱりもじゃもじゃしてたんですよ。もじゃもじゃしてて、でそれをまあいい具合にこうすべて束ねて、でそれをですね、ここにやっぱり穴を開けて、その穴を開けたところにもろとも結束バンドでぐるっと巻いてキュッと締めて止めてあるっていうようなやり方をしてあります。こんな感じですね。これ結構なんていうのかな、困った時に一発でこうキュッとまとまるいい方法だなと思うので、よかったらこれも試していただきたいなと。で、あと一応もう一個僕の知ってる方法で、まあ、WPL ではほとんどやらないんですけど、あの競技ラジコンとかだとやるんですけど、収縮チューブを使ってやる方法がありまして、一応こんな方法もあるんだなっていうので、ただ正直結構上級者の方向けというか、こだわりすぎてる人向けというかになるんですけど、あと若干リスクがあります。これ結構強気で折り曲げなきゃいけないんで、ただ折り曲げすぎはダメですよ。こうギュッてやっちゃうと中痛めちゃう可能性があるんで、そういうリスクもあるっていう承知の上でこうやらないといけないやつなんですけど、これ短いな。これ結構もっと長い時あるじゃないですか。これ正直ちょっと短すぎます。やるにはちょっと短すぎるんですけど、ですね、こうやって長すぎるやつをこういう風にして、でこんな風にするんですよ。あれ、ちょっと待ってくださいね。こうか、こんな感じがいいかな。本当はもっと長い時にやるやつなんですけど、すいません、今手元にこのサーボしかなかったんで、これでちょっとやりますね。これでこんな感じで折り曲げるんですね。でここに収縮チューブを、まあ適切な太さのやつをこうかぶせて、でこの辺ですよね、この辺でこう切って、ここで収縮チューブを、まあこう炙る時も、炙りすぎるとコード溶けちゃうんで、それもすごい注意しなきゃいけないし、そういうそれで溶けちゃうってリスクもあるんで、本当に慣れてる人じゃないと
おすすめできない方法なんですけど、これで収縮させちゃうんですよ。そうするとこれがキュッと締まって、もうこんだけみたいな。でそれをですね、こうメカとメカの間にこう挟むみたいな。そうするともうめちゃめちゃ目立たなくなるんで、すごいスッキリするんですけど、かなりこだわってる人向けでちょっと手間もかかるし、あとで取り回しし直したいという時にもう収縮チューブを収縮させちゃってるんで、ここをカッターで丁寧に切れ目を入れて中のコードを傷めないようにこう取り外さなきゃいけないとか、結構手間もかかってリスクもあるんで、おすすめはあんましないんですけど、まあめちゃめちゃこだわってやるぜみたいな人はそういうやり方をする人も結構いますね。なので一応そういうやり方もあるんだなっていうのでご紹介させていただきましたが、まあ正直 WPL みたいにお手軽なラジコンみたいな、こういうのではそんなにこだわらなくてもいいんじゃないかなと個人的には思います。なので今回さっきですね紹介させていただいたような、まあ、この結束バンドで止めて、で必要に応じて穴をこう開けてそこで止めるみたいな、それぐらいで十分なのかなと思います。はい、じゃあ今回すいません、なんか途中途中うまく話がまとまってなかったり、こうやたらと長引いちゃった部分もあったりしたんですけど、一応ですね今回、ご質問いただいてた配線のまとめ方についてですね、参考になればと思って動画にさせていただきました。でぜひこの動画を見てウッド社長もですね、途中で見ましたよね、挟み込んだった動画でもっじゃもじゃのやつ、あれも少しでも綺麗にしていただけるといいかなと思います。はい、では今回の動画ですね以上になります。また何かこういうところ知りたいなとかっていうのがあれば、こんな感じで動画にできればと思いますので、何かあればまたご質問いただければと思います。では今回の動画ですね以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。